まあね、先週ね、もう当日のニュースということで、ジーソミア、を破棄することを韓国が通達してきたということですけども、当然8月23日の、朝刊にはですね、そのことが、ね、一面で大きく載っております。まあ一応ちょっとジーソミアに関して、まあね、皆さんもうご存知でしょうけども、一応ね、入り口読んでおきましょうか。韓国軍事協定を破棄。韓国大統領府は22日、日本との、ウンチャラ協定、ジーソミア、ね、ジーソミアの破棄を決めたと発表した。韓国、大統領府国家安全、国家安保室の金裕坤第一次長が記者会見で、日本政府が安全保障上の輸出管理の優遇措置を取るホワイト国からの韓国除外を決めたことを挙げ、両国間の安保協力環境に重大な変化をもたらしたと指摘。協定維持が我々の国益にそぐわないと判断したと主張したということです。はい、ジーソミアというのはですね、軍事情報包括保護協定ということで、要するに普通ですね、外国に軍事機密をですね、渡すということはないんですけども、まあ、守秘義務契約みたいなもんですね。お互い、機密ということで受け渡した情報は外部に一切漏らさないという約束をしてですね、その約束のもとで、軍事機密を共有する、まあこれがジーソミアです。まあ締結されたのは3年前なんですけども、じゃあ3年前に戻るだけかといったらそうではありません。やはりこの、日米韓のですね、3カ国の連携によって北朝鮮の脅威に対処していくというね、まあ、そういう基本的な枠組みがあったわけなんですけども、まあ、それをですね、韓国の方から破り捨てるということになるわけですね。3年前に戻るだけの話ではない。はい。ですから、この3カ国の、まあ、一応ね、いざという時に本当に機能するとは疑わしかったですし、韓国は日本をですね、仮想敵国と見ています、そのように扱っています。そのような国とですね、まあ連携してあたり、しかも機密を共有してって言っても本当機能するのかなっていうのはですね、まあ言われてたわけですけども、ですから、まあ本当に連携できないものがですね、連携できると思ってることは逆に危険なので、まあ、ここでですね、まあ、この日米韓の3カ国の協力体制というのが、まあ、もともと絵に描いた餅といいますか、実際には機能しないものであって、いつか必ず破綻するものだったんじゃないかなと私は思っておるんですね。ですから、まあ、ホワイト国除外がきっかけとなってですね、ジーソミアを韓国の方から破棄してくるというのは、まあ、早くね、まあ、三カ国連携ができる、そういう相手ではないと、そういう組み方じゃないんだということを早い時期で、気づかせてくれたというのはですね、まあ良かったんじゃないかなと、思います。信用できないのに信用できると思ってることが危険ですよね。協調できると思ってたのに実は協調できないと、これ危険じゃないですか。信用できないものは信用できない。協調できないのは協調できない。共に戦えないものは共に戦えない。って言うんだったら早く分かった方がいいですからね。だから今回こういう形でですね、軍事協定破棄というのは韓国側が言ってきたというのは、いや、これは悪いことじゃないと思うんです。はい。で、韓国もね、国益にそぐわないから、破棄したということですよね。で、日本が本当に国益上どうしてもこのね、韓国とのジーソミアが必要であるというんだったら、日本政府としてちょっと待ってくれと。それさえじゃ困るんだと。じゃあどういうふうにしたら踏みとどまってくれるのかと。じゃあホワイト国に戻せば踏みとどまってくれるのかと。頼むからちょっとね、そう言わずに、ちょっともう一回話そうよというボールを投げたはずなんですよね。ところが軍事協定破棄っていう、そういう韓国のね、振る舞いに対して日本政府はどうしたかというと、まあまあ、大した問題じゃないと。菅官房長官もね、これ韓国が破棄したからといって特に日本が急に何か困るということはないということをですね、明確に示してますから、だからいいんじゃないですか。だって韓国は国益にそぐわないって言ってんだし、日本もまあなくても別にいいって言ってんだから、別にいいです。何も悲観することないです。一方的にどっちかがね、頼むからなんとか今のままでみたいなね、いう話じゃないんで、まあなので、まあいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、ちょっとそうですね、まあこれも結局、まあホワイト国認定があり、
で韓国はそれに対して日本をホワイト国から除外すると言って報復してきたわけですよね。だって日本のホワイト国認定から外すっていうね、日本の決定はですね、まあ一応8月2日ということで、来年からホワイトデーを8月2日にしようというふうにですね、以前申し上げましたけども、歴史的な瞬間だったんですね。今まで韓国の意向というのは、やっぱりこう、聞かないといけないっていう縛りがあったわけですよ。なんかあると日本は加害者、韓国は被害者って言われて、うん、分かった分かった、こういう署名すればいいんでしょうとか、ここでいや、謝ればいいんでしょうと、まあ金詰めばいいんでしょうみたいな、なんだかごねられると、分かった分かった、もうこれサインするからもう黙ってよみたいな感じですね。ガンガン言われると、いつも日本が折れてきたわけですね。それに対して、ガンガン言われて初めてノーって言った、これ戦後初めてのことなんですよね。そういうことなので、まあね、ようやく、それこそノーと言える日本です、韓国に対してノーと言える日本というふうにですね、なってきたんじゃないかなと思います。ですからこれまで韓国はですね、なんだかんだガタガタ揺さぶりをかけてね、被害者だとか、傷ついたとかね、いつも被害者のポジションを取りますからね、それで謝罪せいとか言われて、軍国主義とか罵られてですね、加害者であることを忘れるなとか言われて、そうするといつも日本政府折れてきたわけですね。だから安倍内閣も折れるということをですね、期待していたんでしょうけども、折れないわけですよ。でも韓国も韓国でメンツ大切ですからね、あの国にとっては。だから日本が折れないからって分かってちゃもういいよってなれないわけですよね。ですから韓国は韓国で日本が折れるまでどんどん高圧的にどんどん揺さぶりをかけるわけです。それでも安倍さんはひるまないわけですよね。だからどっちも折れるわけにいかないんですよ。だからこれ完全なチキンレースになっちゃってるんですね。いや、私はそれでいいと思うんです。これで日本のね、やっぱりポジションもあり、韓国のポジションもあり、行くところまで行くわけですね。安倍内閣が続く限りにおいて、次の日本の総理がどうするか知りませんよ。安倍内閣が続く限りにおいて、そして文大統領が続く限りにおいて、このチキンレースはですね、続いて行きます。いや、いいんじゃないですかこれ。別に何も、ほら、日本国民も、やっぱ韓国に対しては毅然とした対応をすべきだということで、安倍内閣は支持を受けていますよ。この前もね、選挙で勝ちましたよね。これがもし国民から支持されてないんだったら、ね、自民党は大きく議席を減らしたはずですからね。日本も、選挙によって信任を受けたと。そして、韓国の側も日本に対して非常に強硬的な路線を取っていることを国内で支持されているわけですよね。まあちょっと側近の問題で最近ね、支持率が落ちてきたとはいえ、基本的には韓国の中では、支持されているわけですよ。いいじゃないですか。日本もね、毅然とした対応する。で、韓国も日本に対して毅然とした対応する。両方ともそれでね、国民の支持を受けているわけだから。それでいいんですよ。これまで何か言われたら折れてきた。ね、そういう弱腰の日本があったわけですからね。いや、これからの日本は違うよと。やってないことはやってないという。合理的ないものは合理的じゃない。ね、それ嫌なものは嫌だ。ね、そういうことをちゃんとですね、表明できる日本になってきたということですからね。はい。ですからこの、もともとホワイト国取り消しというのもですね、これは結局理由があるわけですね。もちろんね、日本政府としては報復ではないと、つまり徴用工問題に対する報復ではないと言ってます。でもまあ私は関係はなくはないと思いますよ。それはもしね、この徴用工問題とかなくて、日韓がこれほどね、深く対立する状況になっていなければ、わざわざこのタイミングでですね、戦略物資3品目をはじめ、ホワイト国除外、ね、貿易手続き適正化のですね、話がこのタイミングで出てくるということはなかったんじゃないかなと思うわけです。まあ、ゴゴスマでも私申し上げましたけれども、だから日本政府は上手ですよね。ただ報復って言われるとめんどくさいので、報復と言わせない内容に作り込んだわけですね。だから韓国の落ち度をついたわけですよ。だから結局ね、その戦略物資の管理が厳格化されていないと、日本としてはそれが北朝鮮とかに来られたら困るわけですよ。世界も困るわけですよね。世界を味方につけるような言い方をしたわけですね。戦略物資の扱い方はどうなってますかと、問い合わせたわけですよ。ね、国内で消費しているよりも多く買ってますよね。何使ったんですかって聞いたわけですよ。まさか北朝鮮に売ってるとは思わないけども、どうも国内で使ってる以上に買ってるみたいだから、一体何に使ったのか説明してくださいって言ったんですよ。そしたら説明しないんですね。
まあ、説明しなかったんじゃなくて多分説明できなかったんだと思いますけどね。そして日本も、ね、いや説明してくださいよって何度も言ったけど説明しないわけですよ。じゃあこれもし説明してくれなかったらこの3つの戦略物資は輸出の手続き厳格化するしかないよと。それが嫌だったらちゃんと何に使ったかちゃんと説明してくれというふうに言ったんだけど説明しないんですよね。いや本当にこのまま説明なかったら手続きしちゃうよと。それでも説明がないわけですよ。って言ってもしょうがないから3つの戦略物資の輸出手続き厳格化っていうふうにですね発表したわけです。そしたらウッキーとなったわけです。いやいやだから説明してくれって言ってるじゃんって話ですね。でその説明をしてくれって言って向こうが沈黙ですから一応日本も資料出したんですよね。あすいません、あの150何件かその戦略物資の不法を輸出しようとして摘発した案件ありますよねっていやこれどうですかね、もしかしてまさか不当に輸出されたんじゃないんですかということで韓国のね摘発件数の、資料を日本が出したわけですよ。そしたら普通だったらやっべえそんなもん日本持つのかなるところ韓国はねどころなんだって開き直るわけですね。150何件もちゃんと摘発してるじゃねえかと。いやいやいやそこじゃなくてだって氷山の一角なんだから摘発なんて。そうでしょうよ。だから150何件のうち150何件取り締まったわけじゃなくて見ぬそらもう分かんないままね行っちゃったものもあるわけですよ。ごめんなさい、氷山の一角ですからね。だからちゃんと管理してるっていうことなんだって言って向こうは開き直った。いやいや違う違うって氷山の一角だからって。だから日本もねちゃんとね、情報を持った上で詰めてるわけですよ。説明してくださいねって言ったけど説明できないことなんか100も承知なんですよ日本政府は。そうそしたら黙ってるから、あちなみにと、こんなデータあるんですけどって言ったらもっと刺さっちゃったわけですよ。ついに何も言えなくなってしまった。そこで、まあそういうねずさんな管理してるんだったらさすがにこの戦略物資ね言われるがままに売るわけにいかないよと、ちゃんと個別許可することになりますからねということで、ホワイト国除外ってやったわけですね。それに対して徴用工の報復だろうって言うけどいやいや違うんだって、こんな重要なもの横流されたら困るから、こう国際社会だって困るよと。だから日本はちゃんと適正手続きを踏んでくれって言ってるだけなんですね。それに対して韓国側がいやいやこれまで通りいい加減な手続きでやってくれって言ってるわけですよ。こっちは適正手続きを踏みたいって言って向こうはいい加減なまましてくれと。これこの話で聞いて国際社会どう見ると思います？いや韓国が言うようにいい加減なまましてやれよなんて日本韓国側のね、肩を持つ国なんかあるわけないですよ。ですから韓国もね WTO に提訴だとか言ってみんなにねこんな日本はひどいこと言ってますって言ったって一カ国も同調しなかったんです。そりゃそうですよ、今まで通りいい加減にさせてくれと。核兵器作れちゃうんですよ復活水素って、そんなですねいい加減のまま やらせてくれなんていうねこんな国際世論は形成されなかったわけ。だから韓国はもう赤っ恥をかいて帰ったんですよね。はい、だから日本のね安倍内閣のやり方は実に巧妙ですね。だから報復だって言ったら、いやいやいや、あんたらがちゃんと管理してないからどうやらいことになっとんじゃと。ちゃんと管理せいって話ですからね。だから日本もね、輸出しないとも言ってない。国交断絶なんてそんなことも言ってないんですよ。これ重要なもので核兵器の製造にも使えちゃうもんだから、これちゃんと管理してねって言ってるだけですよ。だから将来ちゃんとね、管理体制がね、韓国の中で樹立されて、また信頼に値する相手だというふうに日本が、納得すればですね、ホワイト国に戻すことだって、それは、あるかもしれないわけですよね。ところが日本は説明を求めてる。韓国は一つも説明に答えない。で、もう警告したけど説明を答えないから、仕方なく三物資の厳格化、そしてホワイト国待遇の除外ということに打って出たわけですよね。はい。ですから、まあ、身から出たサビというふうにですね、言うべきであって、日本の責任だって言うけど、いや、だから説明してくれって言ってんじゃんと。じゃ説明できたらね、あ、そういうふうに使ってたんですねと、あ、横流しされてなかったんだ、あ、安心したということで、済んだかもしれないのに、説明してくれって言って説明してくんないから、で仕方なく発動したわけですよ。ね、ホワイトデーになったわけですね。